こんにちは。今日はファンタ情熱のオレンジブラッドオレンジの香り期間限定、これね、山中社長に先を越されたんですよ。なんか置いてあってどうでしたって聞いた、まあまあかなっていう感じだったんで、ちょっと個人的にはね、これ見た時に結構いいかもと思ったので期待してます。なんか高知屋系のねフルーツの香りでいいですね。やっぱハンターはこうじゃなくちゃって感じですよね。もう果汁、これ無果汁でしょ、無果汁、このね割り切りの良さがいいですよね。あのオレンジだけでオレンジ果汁入ってないっていうね。いただきます。いやディスってないですよ、ファンタは結構好きなんで。あ、このね独特のシワシワ感、あのちょっとビタン酸っぽいような感じがするじゃないですか。そういうのいいですね。オレンジこう来たかって感じですけど、あのなんて言ったらいいんだろう、これもこういうオレンジもオレンジですねっていうやつですって分かりづらいですよね。まあ、なんて言ったらいいだろうな、かなり変化球なオレンジですね。だからファンタオレンジとかってありましたっけ、あの想像しているオレンジの中でもかなりね、あそうそうっていうやつのオレンジですね。まあちょっとオレンジと名をついたなんか蛍光色のお菓子的なオレンジの味です。まあ、程よい、あの炭酸と言いつつ結構炭酸はそれなりに入っているような感じがしますけど、ちょっと飲みやすいような感じしますね。このね炭酸加減は好きです。でブラッドオレンジ、僕後味のちょっとしばらく経ってからの方のこのオレンジ感が好きかも。飲んでる時のね鼻に抜ける感じっていうのが、なんて言ったらいいんだろうな、グレープフルーツっぽいというか、ちょっとひとひねり入ったオレンジの、まあそれがきっとブラッドオレンジっていうやつなんですよね。なんだかわかんないでしょうけど、まあでもナイスチャレンジかなと。なんでこの上から目線なんでしょうね。はい。まあでも個人的にはまあ次はまあ普通のファンタの方がいいかなっていう感じですけど、まあ好みがあるんでね。あのこの前何でしたっけ、チョコミントの午後の紅茶。あれね、あの違う人に飲ませたらもうこれが私が求めていたものよ的な感じで言われちゃってっていうのがあったので、まあね、好みって千差万別じゃないですか。まあ、私はちょっとまああれかなっていう感じです。まあまずくはないけど、まあ期間限定で正解かなって気がしますね。いやでもこのなんかねオレンジなんかそそられますよね、美味しそうな感じで。というわけでファンタ情熱のオレンジ、私的にはまあ70点ぐらいかなっていう感じです。最後までご視聴ありがとうございました。